中距離多目的誘導弾は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が開発した新しい集艇、対戦車、ミサイルシステムである。部隊内では中多と呼ばれている。本来は、正式化から20年近く経過した87、式対戦車誘導弾の後継として、ザトム -6 の名で2004年度から開発が開始された。しかし、 79式対集停対戦車誘導弾の後継であった96式多目的誘導弾システムが1セット20億円度調達という高価格と高機動車、大型を含めた車両6両で1セットという複雑な構成から10マットすべてを更新することが不可能になったため中マット、10マット両方の後継としても考慮されて開発されることになった。 誘導方式は2種類の高波ホーミング誘導及びセミアクティブレーザーホーミングの併用による第3世代方式で、照準は赤外線画像、または NEC セミリ波レーダーで行う。1秒間隔の連続射撃で同時多目標への対処能力と打ち放し能力を有しており、またロールが可能と言われる。紫外線や対ゲリラコマンド任務を考慮して、集定。 走行、飛走行、人員、構造物などに対して対処が可能とされている。従来の銃マットや中マットが車上から一旦下ろして射撃する必要があり、また MPMS は発射機や小準機が別々の車両に搭載されていたことから、中距離多目的誘導弾は高機動車に発射機と追尾装置、 さらに自己評価装置を一体化したシステムを搭載し、自己完結性の高いシステムとなっている。また、発射器と照準装置の分離や、これらを下ろして地上に設置することも可能になっているが、一方中マットのように一人では運用することができない。全翼を持たず、後部に4枚の区形翼を持ち、サイドスラスター方式の推進装置や、 共通の NEC 製赤外線画像シーカーなど、0一式形態戦車誘導弾の開発データ技術が活かされているとされる。2009年度予算20セット経費総額41億円が初めて盛り込まれ、従来の対戦車体の装備を更新するというよりは、普通科部隊の対戦車小隊の火力を強化するものと位置づけられ、 2011年度に普通科部隊などへの配備が開始された。この配備に伴い、配備予定の普通科連隊においては、各普通科中隊の対戦車小隊を連隊直轄の対戦車小隊に再編する予定が組まれている。射撃式用として、高機動車1両射撃分隊4で1個対戦車小隊を構成し4個対戦車小隊で1個対戦車中隊を 構成予定。陸上自衛隊富士、学校陸上自衛隊武器学校陸上総隊、直轄部隊北部方面隊東北方面隊東部、方面隊中部方面隊西部方面隊それぞれ、本部管理中隊対戦車小隊に配備なお、試作品は、陸上自衛隊広報センター及び霞ヶ浦、駐屯地において展示されている。ありがとうございます。